根イユキチカは平安時代末期の武将。木曽義仲騎家の有力家臣にして、義仲四天皇の根イユキチカが、木曽義仲の四天皇と言われるのは、一般的であるが平家物語、源平盛衰記では、根イユキチカと、盾、六尾ユ忠が混同されており方言物語では、根イユキチは、根イダイアの名前で登場する。年齢的に見ると、根イユキチの長男で、 根イコヤだ根イユ地チの六ツを立て、六ツをゆきただヒグチ郎兼光、今井ミ郎兼平イの四名が四天皇とした方が、しっくりする。ユ地チの生まれたモチズキ氏は、重ゲ氏の初流。重ゲ氏着流の雲のみゆき親と同一人物とする、説もある。方言元年の方言の乱では、源義朝に従い、活躍したという。 自称四年品の国地さ佐型軍マリコの与田城で、挙兵して、以後、吉中に従い各地に転戦、要は元年九月、スイツの合戦で、平道盛常政らを破る。元略元年の宇治川の戦いでは、吉中の命を受け、古、盾の近田,田や源の義弘らと共に三百余期で、宇治の防衛に当たったが、 二万五千基の源の義経軍を伏せききれず宇治川を突破された。この際、一族の武将らに前後して敗死したとされている。この戦いでは先陣を焦った、頼朝方の武将、畠山重忠の馬をいたという。同年一月二十六日、吉中や今井金平、高梨忠直,直らと共に、東道院の北にある極門の木に教授された。長野県佐久市には、 雪地下の供養塔と伝わる多層塔が現存する。ありがとうございます。